はい、皆さんこんにちは。はい、恋するブックカフェの時間がやってまいりました。はい、田中ひとみさん、はい、今日は第何回放送でしょうか。5回。さすがですね。前回はだいぶ数をね間違えて大ボケしましたけどね、はい、5回になるとね、はい、なんかいろいろとハプニングがあるんですけど、はい、生放送じゃない編集もしますけども、はい、はい、今日は、はいはい、これはもうじゃあね、持ってましょうね。はい、トラブルがあるんですけれども、はい、はい、じゃあまずは自己紹介からいきましょう。はい、はい、田中ひとみです。絵本はこの絵、はい、中目黒の中、24のひとみのひとみです。今日は皆さんでね、ゲストさんも素敵な人がいっぱい来ているので、多彩なゲストをね、お招きしております。はい、トラブルで盛り上がっていきたいと思います。はい、はい、はい、そして私が田中ひとみの専属 MC をしております。障害獲得賞金は0円なんですけども、一応プロテニスプレーヤー、はい、素晴らしい、ね、素晴らしいです。こんな、はい、はい、こんな感じで、ね、やってるんですけどね、なんだかんだ言って田中さんもテニス部だったっていうので、ね、だったんです。ちょっとなんかサーブとかね、はい、どうでしょう、やってみて。あ、格好ですか。格好で、はい、いいですか。どうぞ。おー、サービスエースですね。はい、とりあえずゼロが出るやつも置いておきまして、はい、まあこの画面をね、まあ、あの YouTube で配信して、前回もちょっとお伝えしましたけども、ドイツとかフランスとかアメリカでも、まあ、若干ね、若干前ですけど見ていただいたっていう、なんかお便りとかいただいて本当に嬉しかったですよ ね。ありがたいです。はい、で、各界のね、いろんな方もこの番組を見てなんかご意見をいただいたりして、まあ、僕が大昔好きだったアイドルさんとかもなんか見たよとかって言ってくれたりとかね、はい、片岡聖子さんっていう、はい、アイドルさん、アイドルさん、はい、オールナイターっていう、ね、はい、ぜひね、あの番組に出たいって言っていただいたりとか、まあ、この番組、まあ、一応映像はあるんですけども、なんとなくちょっとレトロな昭和のラジオっぽい番組なんですけど、はい、僕らがなんかラジオで育ったんで、はい、大好きだったラジオパーソナリティで、僕高校生の頃よく聞いてた風浩二さんっていう、あの、はい、はい、日本放送のタムタムタイムとかやられてた方もいらっしゃるんですけど、はい、その方もね、いやー、田中さん面白いですね絶賛をしていただいて、はい、最初一つだけ見るつもりが4回全部見ちゃいましたって。嬉しいです、はい、嬉しいです、本当にね、ありがたいですね。もうぜひね、田中さんもね、ゲストに来ていただきたいと思います。お待ちしております。お待ちしております。はい、さあ、田中さん、今日はピンクで、僕らお揃いで、お揃いで来ておりますけどね、こちら、ハイルの一平くんグッズの T シャツでございますけどね、はい、こちら、カエル一平くんの所属会社の社長さんが前回出演していただきましたけども、はい、本職はね、カエル一平くんの所属会社はデザイン会社なんですよね。そうなんですよね、はい、こちらの102度目の明かりという本があるんですけど、ちょっとカエルさん見ていただけますでしょうか。これはですね、大変今評判のミステリーなんですけども、はい、松尾志郎さんという方が書かれた、はい、この想定をカエル一平くんの社長さんがされてるということで、今話題になってるんですよね。そうなんですね、はい、ぜひこれもね、はい、読んでいただいて、ミステリー好きの方は松尾志郎さん、はい、100色メガネの明かり、はい、こちらを読んでいただければと思います。はい、はい、一平くんネタでね、一つ宣伝いたしました。はい、はい、さあ、今日はですね、はい、この番組というのは、まあ、喫茶店にいるような癒しを皆さんにね、お届けしたいということで、ね、はい、はい、喫茶店に行くと当然ですけどもね、はい、何か飲みます。飲みます。何飲みますか。私は、はい、甘党なので、はい、必ずウインナーコーヒーを頼む。ウインナーコーヒー、はい、お弁当の中に入ってる。 あれ違う、あれソーセージ、あのミルクたっぷり、生クリームたっぷりで飲むのが好きですね、はい、あのもっこりこうね。そうですね、もっこり、はい、あの阿佐ヶ谷にもね、祇園という、そうです、はい、美味しい、美味しい喫茶店ありますよ。江戸川橋にもジョイという、はい、そうです、はい、ミルクがいっぱい入ってるところありますんで ね、そこなんかね、とってもウインナーコーヒー美味しいです。美味しいんです。はい。南雲さんはどのようなコーヒーがお好きですか。はい、僕はですね、はい、ちょっと小さめな、はい、エスプレッソコーヒーというイタリアのコーヒーをね、割と飲むという、大人かどうかわからないんですけどね、まあそういうあのそれぞれ飲むコーヒーがあると思うんですが、今日はですね、はい、
ちょっと変わったコーヒーということで、はい、エスプレッソコーヒーのお話をしながらいろいろ展開していきたいと思うのですが、はいはいですね、ここでエスプレッソにふさわしい男、はいちょっとねゲストをね、はい、お呼びしたいと思うんですけど、はい、ご紹介いただけますでしょうか。はい、いやいやいや、はい、はい、横山道義先生です。はい、はい、さあ、はい、日本一ご機嫌な作詞家として、こんにちは、はい、こんにちは、こんにちは、あのね、出ていただいて大変あの反響をいただいた横山先生に、はい出だしのコーナーをちょっとお付き合いいただいて、いやもう本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本当にあのエスプレッソが好きで、はい、飲むんですけれども、エスプレッソって言ってもイタリアのね、コーヒーなんですが、まあ、イタリアというとなんとなく思い出すのが井上さん何でしょう。ローマの休日。ローマの休日ですよね。はい、キューバーが出たね。そうですね。そうなんです。それでローマの休日とこんなようなね、ローマの休日でもある英会話というのがありますので、ちょっとこれやっていただいてね。はい。ぜひ読んでいただきたいですね。やっぱ映画のね、あの英語を学ぶというのはね、とても有効な方法だと思うんですけども、はい、横山先生、はい、映画とか何か思い出に残ってる、ありますか。そのまず自分で映画の、主題歌とか、あの作詞したりするんですけれども、はい、普段実は映画とか見ないようにしてるんです。見ないようにしている。はい、はいはい、例えば映画って現実に起こらないことが多いので、見て影響されると自分の死に影響も出るんじゃないかっていう恐怖感があって、はい、だから仕事と仕事がこう開くときにはあのすごく映画とか見るんですが、僕やっぱりあの昔の少林寺だとか、ああいうあの格闘系の映画とかすごい 大好きですね。あまりなんか影響受けないようなやつを見るという。そうですね。あとはあの本当に昔の、もうジェニファー・ジョーンズさんとか、墓場とか、古い映画なんか見たりしますね。いいですよね。まあ、映画からねいろんなことをねあの学んだりとかねありますよね。まあ、そういうなんかエスプレッソで思い出したローマの休日なんですけど、エスプレッソっていうとなんかねちょっと小さくて、ちっちゃくて、で苦くて。先生お飲みになられますか。コーヒーは基本的に好きですね。執筆される時なんか先生いつもお酒を飲んでるようなイメージがあるんですか。そういうイメージも持たれますけどね、作詞してる時はさすがにはお酒は飲まないですけど、コーヒー飲みますね。エスプレッソですか。エスプレッソの時もあるんですけれども、そうですね、大体ブラックコーヒー好きですね。なんか浅岡めぐみさんのね歌でもなんか私の彼は左手でなんかブラックコーヒー飲む時もとかね、ありましたね。ありましたけどね、自分のためになんか着せていて左手持ってこう自撮りなんかしてねいつも自撮りやったりするんですよ。ツイッターにあげたりなんかしてね。でたまに江永さんのライブで私の彼は左利きとか歌うんでみんなで聞きましょうとか宣伝するんですけどね、なかなか反響がないんで見てください。よろしくお願いします。でこうエスプレッソなんか小さい感じがするんですけど、あれをなぜ小さくなったかということをご存知ですか。分からないな。濃くするとなんか体にいいとかですか。体にもなんかいいらしいんですけど、実はなんかいろんなやむにやまれぬ事情があったらしくて、1800年代の初めぐらいでしょうか、ナポレオンの時代に、まあ、フランスとイギリスが、まあ、仲が悪かった時代に、フランス領とかフランスの本国が、まあ、イギリス領から取れるコーヒー豆を排斥ボイコットして、フランス領にコーヒー豆が入ってこなくなってしまったということがあって、みんなコーヒー飲みたいんだけれどもコーヒー豆が足りない。そこで苦肉の策として、普通のドリップコーヒーっていうのはだいたい1杯 10g から12とか 14g の豆をひいて使うらしいんですけれども、エスプレッソはその半分ぐらい 6g ぐらいの、コーヒー豆を、まあ、細かく深くひいて、非常に短時間で、水を何ですかね、加圧状態にして蒸気にして、ろ過させて飲むために、一般的に 160cc ぐらいがドリップコーヒーらしいんですけども、なんとエスプレッソはですね
25cc だよ。ダブルって言っても50ですからね。そうですね。ダブルにしても3分の1しかないという、うん、まあ、ちょっとなんかね、量が少なくて物足りない感じもするんですけども、そういうなんかやむにやまれの事情で少なくなったらしいんですよね、うん、結構歴史があるんですね。なんかそういうことがあるみたいな、ね、新しいコーヒーなのかなと思ってたんですけど、うんうん、そうですね、うん、まあ、まだそうです100、200年ぐらいは経ってるんですね、うん、はい、そういう歴史を持ってなんか見ると面白いかなと思うんですけどね。でなんか、カップもちっちゃい、うん、指がね入らないですよね。ね、こんな感じですよね。こう持たないね。こう持たないね。立ててね、こちらの方向に。こうなんかちなみにこのエスプレッソっていうのもなんかこう上手に入れるとピタッとこう三層に分かれるそうなんですね。色が。そういえばなんか上の方はなんかこうちょっと茶色っぽい。キャラメル色ですよね、うん、そうですね、あのキャラメルというかちょっと泡の部分なんですけど、はい、まあ、ゴールデンブラウンという、そうです、ゴールデンブラウン、ブラウンでいわゆる、ね、クレマーと言われる部分らしいんですけど、真ん中の部分、上の部分が、そこがいわゆる、香りとか、そういうものを楽しんで、真ん中が辺が、まあ、透明なガラスで見ると分かるらしいんですけど、ボディと言われるところ、うん、そこがキャラメル色になっていて、ね、ここにまあ独特の深みというかコクがあると。で下の、まあ、底のところをどういうふうかハートというらしいんですが、そこはちょっとダークブラウンみたいな感じの色で、まあ、余韻を楽しむというかね、余韻プラス入れたての最初の出たての部分なんで、その香りの微妙な違いがそこに集まるらしくて、たった 25cc なのにその酸素を味わえるという、お飲み物らしいですよ。はい。いろいろとなんか深い飲み物で、ね、深いんですね、エスプレッソはね。エスプレッソの話をしてるとちょっとね、いろいろ尺を取ってしまったりなんかするんですけど、まあローマの休日のね、はい、ヘップバーンさんなんですけども、オードリー・ヘップバーンさん、はい、なんか美人ですよね。はい、ヘップバーンどうですか先生は。いや、あのもう名優であったなと思って、見てます。あのヘップバーンさんはよく見るんですよ、はい、こうあの映画見ないと言いつつも、うんうん、はい、うん、そうですよね、はい、なんか江中さんのですね、うん、プロデューサーがいまして、今日はちょっと事情があって来れないんですが、あのフジテレビの木曜日のバイキングという番組のレギュラーで出てる山根博之さんという方が、うん、江中さんにオードリー・ヘップバーンのような格好をして今度歌ってくださいと、そうなんですよ、無理難題を言うんですがオードリー・ヘップバーンのような格好っていうのは一体どういう格好をすればいいんですかね江中さんね、どんな格好でしょうね、髪をアップにしてですかね。なんか僕らのローマの記事だとね、あの、スペイン広場でジェラードを食べてるとか、ベスパに乗ってるシーンとか、ああいうのがありますけどね、スカートっぽい感じを、はい、ね、のね、スカート履いてって感じですかね、一つそのコーディネートも今度ね横山先生に教わって、いやいや、もう言った本人の山田さんも分かってないかもしれないですけどね、でもかっこいいんですよね横山先生のファッションはね、フェイスブック見てもすでにかっこいいですね、かっこいいですよね、浜辺に棒立ててね、あれを拝んでますからね、本当に酔うとああいう行動をしますね。あ、そうですか、今日はお飲みには、はい、なってないんですが、あのウルグアイのムヒカ大統領って世界一貧しい大統領、貧しい、はい、はい、あの方が日本に来た時に、あの何て言うんですかね、人生はネクタイよりも大事なものがあるっておっしゃって、うん、でそれすごくもっともだと思って、はいはい、だからまあ東京に一応住んでいながらも、はい、そんなスマホとかインターネットも、うん、見なければ今の生活はできないんですが、うん、なるべく夜になったら星を見て、はいはいはい、砂があったら裸足で歩きたいって、はいはいはい、ちょっとそういう生活をしてみようかなって思い始めたんですね、はいはい、それでちょっとああいう間違った方向性に僕はたまたま行ってますけど、はい、いやでもなんかすごく全てに感謝される方だなと思って感激しましたね。いいですよね、本当にその優しい気持ちが現れるというか ね、なんかお母様もね、はい、イケメンだというふうにね、はい、あの前回放送うちの親も見てるんですね、はい、うん、ね、また我が息子ながらイケメンだなというご感想を持ったっていうことはね、今日もお母さん見てるかもしれないけど、ね、ちょっとお母さんにね、はい、お母さん
ね、本当お母さんも嬉しいと思いますね。お母さんは札幌に、はい、です、はい、じゃあ札幌でね、うん、はい、先生ご活躍をこうそうですよ ね、 ね、もう嬉しいと思います ね、 ね、はい、いつもなんか先生が作った歌を、ね、歌ってるんじゃないかなと思いますけどね、はいはい、まあ、そういうヘップバーンも似たお母さんという、はい、ことなんですけど、まあ、そのヘップバーンさんなんですけど、はい、まあ、女優としてね非常にまあ有名なんですけれども、まあ、ローマの休日の後、あと有名な映画でいうとティファニーで朝食をという、はい、ブレックファーストアットティファニーズという、はい、普通ティファニーというとニューヨーク五番街の宝石店なんですよね、はい、あのレストランかなというふうに思ってる方いらっしゃるかと思うんですけど、そこでなんか朝食を食べるという、あの、なんですかね、主人公の女性の夢を描いた、うん、まあ、小説があるんですけれども、はい、1959年に発表になったトルーマン・カポーテさんの、小説なんですけれども、うん、このカポーテの小説を映画化するにあたって、はい、主役がマリリン・モンローだったら映画化してもいいよというふうに原作者は OK を出したらしいんですよ。ところがどういういきさつか、はい、マリリン・モンローはそれを断ったんです、はい、あ、どうしてでしょうね。ね、その役が主役がね、はい、娼婦の役だったんですね。それでマリリン・モンローはただでさえちょっとそういうようなイメージがあったので、うん、そういうイメージを払拭したいということで、うん、その役を断ったことによってヘップバーンにそのティファニーで朝食後の主人公のホリー・ゴライトリーという役が回ってきて、はい、そうか、はい、もう世界的なその大ヒットになって、うん、今もこう語り継がれる名作になったんですけどね。モンローさんだったんですね。モンローさんが出てたらちょっと、そうです、モンローがね、はい、リバーサってたらどうなったんでしょうかね。ちょっと歴史が変わってたかも、歴史が変わってたかもしれない、そういう歴史の if というのはね、なんかいろいろありますよね。あの、なんか歌手とかでもなんかいろいろあったりするらしいですよね。本来はこの人のために作った曲だとかね、うん、別な人に歌われてヒットしたとか、よくありますね、うん、そんなようななんか歴史の秘宝を聞くと面白いんですけど、うん、そのティファニーで朝食のトルーマン・カポーテの作なんですけど、はい、まあ、カポーテというと、まあ、有名なアメリカの作家なんですけれども、はい、こういうトゥリー・オブ・ナイトとかっていう、はい、これがまあ、短編集ですね、はい、まあ、これはナウンドから出ております、はい、ぜひ皆さん読んでいただければ、読んでいきたいと思います、はい、でこちらが翻訳でございまして、こちらも夜の味噌のと、はい、あ、ありがとうございます。20世紀の主曲という、この中に入っていますのが武藤の鷹というね、武藤っていうのは頭がない鷹って書くんですけど、ヘッドレスフォーク、はい、これを村上春樹さんが大変絶賛していて、そうですか、この作品を書けるのはカポーテしかありえないだろうと、うん、もういろんな文章が上手な人ってたくさんいるんですけども、うん、ロリータコンプレックスの何ですか、元になったロリータっていう小説があるんですけど、うん、そのロリータっていう小説を書いたウラジミール・ナボコフさんと、うん、僕はこのカポーテさんが英文を書かせたら非常に東大随一じゃないかなと思ってるんですけども、うん、その中でもその武藤の鷹というのは非常に評判が高い、作品で、まあ、うん、村上春樹さんも絶賛してましたけどね、うん、はい、素晴らしい。そんなカポーティーにもっと触れたいという方はカポーティー研究という、はい、ありますね、はい、はい、ぜひね、これでティファニーの朝食、はい、出ておりますので、はい、ぜひ寄っていただければと思います、はい、はい、こんな感じで日本一ご経験の作詞家にも、ね、協力していただきましたら嬉しいですよね。それでね、このカポーテのティファニーで朝食をなんですけれども、はい、ありがとうございます。主人公のホリー・ゴライトリーさんが、はい、いろいろ名刺を出すんですけど、はい、名刺に大体肩書きってあるじゃないですか、はい、作詞家とか、はい、書いたりするんですけども、はいはいはい、それがかっこいいんですよね。 I'm in traveling って書いてあるんですよ、うん、私は旅をしている最中だって、うん、旅人、旅人、あ、いいですね、いいですか、素敵、自分もね、聞かれたら旅人って答えにしてるんだけどね、あ、つい言ってますね、はい、旅人ですから、うん、はい、サッカーのね、中田英寿さんが職業はって聞かれると旅人ですって、言ってましたね、あれかっこいいですよね、かっこいいです、うん、自分も言ってみたいですけど、旅人で食えるっていうのはね、うん、いいですよね、ですよね、本当ですね、
自分もよく昔あの20代の頃とかもう本当に土佐回りをしてる地方営業とかしてる時に、うん、地方でタクシーとか乗ってると、はい、あのいろんなところを次はあのあそこ行ってくださいって言うとお客さんどんなお仕事されてるんですかって聞かれる時があるんですけど、まあ多分言っても分かんないと思いますから、うん、あのいいですって言って、いやいや僕は大抵のことを知ってますから言ってくださいよ、いや自分はちょっと物書きなんでとかライターやってるんですっていうことを言うんですよ、うん、でもまあ、スポーツライターですとかって言ってもどうせ知らないだろうから、うん、どんなものを書かれてるんですかって聞かれた時に、うん、手紙ですとか手紙で食えるんですかって言うと、うん、はい東京の方では手紙で食えます、ね、面白い。特にその我々本当あの職業とか聞かれるとちょっと一瞬困ることはありますから、はい、だから僕なんか今でもあの居酒屋とかで行くとフリーターですとか言いますから、はい、すごいですクリエイティブですからね、うん、いろんなアーティストの曲を書いてらしてね、うん、あと新沼謙治さんとかね、はいはい、素晴らしいですよね、素晴らしいと思います、はい、もう今後ねこの番組で、はい、そしたらレギュラー出演を、はい、もうしていただけるかもガッツンガッツンも知れない横山道義さんなので、はい、ぜひねまた盛り上げていただければと思いますけどね、はい、作詞家さんですからね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあもう横山さんの詞は、はい、お酒を飲んだんじゃなくて、はい、コーヒーを飲みながら書かれているということを一つね、はい、真面目に書いて書いていただければと思います。じゃあ今日の特集はね、はい、エスプレッソからセリマカポーテまでの流れを脱線しながらお話しさせていただきました、はい、先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、とてもイケメンな日本一ご機嫌な作詞家の横山先生にお話をお伺いいたしました。かっこいいですね。かっこいいですよ ね。ファッションも違いますよね。ファッションも違います。サングラスがまた今日はねいけてました。前回と違いますね。はい、素晴らしかったです、はい、さあ、はい、この後またねゲストをお招きしたいと思います。はい、はい、最初のゲストはどなたになりますでしょうか。はい、はいはい、カメラマンのはいはい、はい、山添敏夫さんをお迎えいたします。はい、山添さんどうぞ。どうぞ。お忙しいのは山添さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、山添敏夫さんのプロフィールをご紹介したいと思います。はい、はい、間違っていたらご指摘をください。1954年愛知県生まれ。1985年サッカーマガジンを経てフリーランスに。イタリア、当時セリアがサッカー界をリードしていた時代、スペインを中心にサッカーカメラマンとして活動されました。マラドーナやロベルト・バッチをはじめ、ビアリ、ジダン、フリット、そしてデルピエロなどのカレンダーや雑誌広告も手掛け、小野伸二がフェイエノールトに移籍してからオランダへも足を伸ばしておられます。国内では日本サッカーリーグや日本代表を撮影し JSL イヤーブック制作にも携わりました。J リーグが始まってからは浦和レッズを中心に撮影、写真集新次小野ブックマンション発行、レジェンドオブレッズダイヤプレスなどがあります。ワールドカップにも何度も取材に出かけておりますし、ヨーロッパ選手権にも多数取材歴があるというサッカーフォトグラファーのレジェンドと言われております山添さんをお迎えしました。今日はありがとうございます。はい、山添さんもずっとサッカー一筋に通用されてるわけですね。そうですね、サッカーちょうど、はい、もう、まあ、元々まあ愛知県出身ということもあって、はい、まあ、小さい時からまあ野球、まあ、長野ですからね、はい、もう野球なんですよ基本的には、ね、中日ドラゴンズですか。中日というよりも、ね、はい、僕らの頃はねやっぱり中京高校なんです。中京高校。そう、中京なんです。もうあのね、だからちっちゃい時はね、もう春の選抜でしょ、はいはい、夏の甲子園、夏の甲子園ですよね、基本的に中あの僕らの年代の頃は中京が、まあ、とにかく強かったんです。当時まだ中京商業時代ですか。そうそうそう、はい、中京商業、はい、だからね、まあ、愛知県というとやっぱ野球なんですよ。だからどうしても野球、中日ドラゴンズよりも、うん、高校野球の方が人気があるという。そうそうなんです。あ、そういう土地柄なんですね。だからもう真剣に甲子園に行くぞっていう、はいはい、だから野球、常にもう野球だったんです。野球少年だったんですね。そうそうそう、山添さん、もう周りはみんな大体そうですよ。うん、それで中京、今のだって僕中京の校歌を歌いますもん。中京出身ではないんですよね。ないんですけど歌えちゃう。それぐらい、はい、歌えるというか覚えてる、はい、もう常にもう、ね、春も出て夏も出て、まあ、優勝もしてますし、ね、はいはいはい、
だからね、もういわゆる野球だったんですよ。サッカーっていうのは中学まあ、とはそうですよね、マイナーもマイナーでしたよね当時はね。そうですね、いわゆるそのサッカーは、まあ、あるのは知ってますよ、うん、ちょうどね、加山雄三のね、はい、来週シリーズがあった時に、はいはいはい、ちょうど僕が中学の2年か3年、まあその辺なんですけど、うん、サッカーがテーマだったんですよ。お、うん、でそれで、あ、サッカーも面白いなって、はい、思った時に、はい、ね、若大将がサッカーやってるわけですね。そう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 、はいはい、それで、まあ、それを見て、うん、サッカーも面白いなと、うん、でまあ、当然中学から高校だから、はい、高校に行ってほら甲子園に行きたいってなるみたいな、うんうんうん、だけどね視力がねおどんどん落ちてきてね、はい、こう野球がちっちゃいでしょ、ボールが小さい、はい、サッカーボールでかいでしょ、はい、でね、その果たして甲子園行ける、まあ、高校選びもあるわけじゃない、はいはいはい、その辺、まあ、それもあってね、どうしようかなって、このまま視力こんなちっちゃいの で甲子園も当然行けるわけないし、うんうんうん、それだったらボールでかい方がいいなと思ってね。なるほど、ね、いや本当単純きっかけ、そうですよ、ボールでかい方が見やすいなっていう。でももうちょっとでかいってバスケットってありましたけど ね、 そうね、うん、そのサッカーの大きさで止まったのは何かあるんですかね、うん、そのきっかけは加山雄三で、さんで決定的なのはやっぱりメキシコワールドカップがね、はい、ペレブラジルがまあ優勝したんですけど、はい、その時にこう名古屋にいると、はい、ね、三重テレビというですね、はい、三重テレビ、見えてるとは違うんです。見えてる、見えてる、見えてる、はい、見えてるのね。見えテレビがそれ、いわゆるメキシコワールドカップ、うん、これあの有名なダイヤモンドサッカーでね。はいはい、金子さんの、そうそうそう、はい、あれを見えテレビも見れたんですよ。うん、だからかろうじてこうカーザーっていう状況でね、それでこうペレのプレーをこう見て、うん、あ、やっぱりサッカーの面白いなって思って、で決定的なのはですね、野球だと基本的に国内でしょ、うん、はいはいはい、あとアメリカメジャーリーグです、うんうん、ところがサッカーは全世界に行けるわけです。単純にそれですよね。それで、まあ、日本国内ではね野球ですけど、世界的に見ればね、そうそうそう、まあ、サッカー、自転車、オートスポーツですかとかっていうのは人気ありますもんね。そうですね、だから基本的にそういう流れで、うん、まあ、決定的な意味っていうペレのも、うん、でこう、いや、どうせならサッカー行こう、サッカー行けば世界いろいろ見に行けるなっていうね。山添さんの視力が落ちなくて若大将シリーズを見なければ、そうです、サッカーの道にとしたら、サッカーの道には多分行ってなかった。あ、そうなんですね、なかなかです、ね、これもさっきのね歴史の if じゃないですけど ね、 ね、こう大変な名カメラマン山添敏夫が誕生しなかったかもしれない。うん、そういった時にね、それで、はい、高校に行ってサッカー部に入ったわけですね。そうですよ、サッカー部、愛知県を代表するね、でも山添さんってゴールキーパー、全然全然ちゃうでしたよね、中、はい、さっき言ったように中学で野球やってたでしょ、はい、それで高校を産んで、はい、それで中学の時にも当時だから野球部夏やって、冬はね、うん、冬はでもサッカー遊びでこうやったりしてたんです、うん、まあ、そういうのもあってこう流れ的にはなったんですけど、うん、で高校選びの時に地元っていうか、その、はい、ちょうどうちの親が行けっていうところが、うんうん、たまたまサッカーが愛知県では強かったんですよ、うちに争ってて、はいはい、それでじゃあということで、はい、親が行けって言ってるということだから、うん、ということでそこに行って、それで当然ね華やかなプトップでしたいじゃないですか、うん、ね、フォワードとか、そう、前の方にね、はいはい、うん、ところが入って、うちの高校はね入ってすぐ全校生徒そのいわゆる健康診断って言うんですよ、はいはいはい、そうしたら僕はね引っかかりましてね、はい、4月か4月入学ですよ、はい、で5月に検診で、はい、で結果、はい、ちょっとあの名古屋の名古屋いわゆる明治大病院、名古屋で地理大学病院ですけど、うん、そこに行けと、はいはい、でなぜかなって言ったら心臓に血管があるんです、はい、心臓に血管が、それでサッカー部にね、はい、ここ入ってサッカー部に入ったにもかかわらず、はい、そういう結果で、それでまあとりあえず検診に行ったわけです、はいはい、その結果、はい、ダメってなったんです。あ、運動ダメと、そう、はい、スポーツとにかくダメ、うん、特にサッカーなんてダメだっていうことなんで、うん、まあそういう仕方ないですよ、それを持って監督のとこ持って行って、うん、だけどサッカー入るためにここの高校に来たんだからっていうことで、うん、それでね結局1ヶ月間かな、6月1ヶ月間とりあえず休部っていうかちょっと、うん、
まあ、監督も怖いわけですよ、はい、もしやらして、はいはい、まあ何か責任持つんですからね、だからとりあえずあの、はい、1ヶ月ちょっと休んでみると、うん、でその間にたまたまその、心臓に権威のある病院が、うんまあ、いわゆる医師がいる病院が、うんはいはい、あるということで近所に、はいはい、でそこに、まあうん、じゃあとりあえず行くだけもう一回調べてもらおうと、うん、そこに行ってたまたま女医さんだったんですけど、はいはい、それで当然結果はダメでしょ、スポーツ全部禁止、うん、そこで、はい、そこでお願いが一つ、すみません今サッカー部なんですけど、うんうん、ゴールキーパーは走らなくていいんですって言ったんですよ、はい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 、で知らなくていいかなって言って、ねはい、なんとかサッカー部のいやゴールキーパーだけか OK にしていただけませんかって言って、うん、走りませんかねって、うん、そしたら1日に 1.5 キロは走ってもいいって言われたんですよ、はいはい、ぐらいだったら大丈夫、じゃあ分かりましたと、はい、ゴールキーパーですねだからちゃんと診断書に、はい、スポーツ全面禁止って書いてある、うん、ただしサッカーのゴールキーパーは可能ゴールキーパー可能で 1.5 そうそう1日 1.5? 5キロまではいいと走っても大丈夫だって、それをもう監督持ってって、はいはいはい、一応先生のね、はいはい、サイン入ってるから、はいはい、大丈夫か、一応ゴールキーパーだったら走らなくていいからって、うん、そうかって、じゃあなるほど、ね、じゃあキーパーやれって、それ でゴールキーパーキーパー、まあ、そうまあ、受けてやってましたけど、まあ逆に周りみんな気遣いますよね、ちょっと走ってるとお前大丈夫か、なるほど、ね、大丈夫か大丈夫かっつって、まあ当時の認識っていうのはゴールキーパーね、まあ、走らなかったんでしょうけどね、今そうですね、1.5 キロじゃ済まないですよね試合やればね、現代フットボールにおいてはね、まあなんか面白い話が尽きないんですけども、ね、まあちょっとぐーっと、はいはい、そういうような状態からじゃあフットボールフォトグラファーになったきっかけというのは、きっかけはもう単純ですよ、はい、僕サッカー好きでしょ、はい、サッカーこうなったじゃないですか、それで、うん、まあ今はちょっとベースボールマガジン、まあ、はい、その時ベースボールマガジン入ったんですけど、はい、まあ、サッカーマガジンがあって、はい、そして海外向けのイレブンっていう、はい、2つの雑誌があって、はい、まあ、それをずっとこう読んでてね、見たりして、それで切り抜いてこう壁に貼ったりとか辞書のカバーにしたりとかね、有名選手の、だからそういうことでこう将来はそのサッカーに携わる仕事したいなっていうことで、まあ写真だけじゃなくて、まあ、いわゆるライターの方やりたかった、写真よりも、はいはいはい、だからその当時はとにかくサッカーに関わる仕事したいな、だからそのまあ、今ではフリーランスでいろいろありますけど、当時で、あの当時ですからね、スポーツ新聞に入りたいとかね、そういう感じでこういて、それで、まあ、高校大学もこう進んでって、それで1年間、うん、いわゆる大学休学して、まあ、スペインに遊びに行っちゃったわけですよ。おー、でスペインに遊びに行った、はい、おかげで、当然スペインだから現場の本物のサッカーを見て、ということで、はい、で現地からこうサッカーマガジン、まあ、今回の目の前ありますけど、はい、大隅さんが編集長だったんですけど、はい、スペインからこうスペインリーグの話題とかこう勝手に僕が読者としてこう、うん、で実際、まあ、当然ね、うん、読者からの頼りということで乗っかったり、まあ、そんなつながりがこう、はい、あって、それでたまたまこうスペインリーグの半年間の上半期のリポート頼むなんていうこともらって、特派員のような存在にちょうどヨーロッパに何かいないから、はい、うちから派遣していないからっていうことで、ちょうど冬だったんですけどね、それで、まあ、スペイン協会行ったりいろんなことをやって、それで、まあ、原稿を送って、まあ、それで一気に、うんうん、あのやっぱりサッカーの仕事がしたいな、なるほどっていうことになったんですが、今言った結局写真ですよね、うん、やっぱり現場に行ってこう記事書いて、プラスやっぱりこう写真見てるじゃないですか、うん、自分でも撮りたいなって思ってそれで日本に帰ってきてから、はい、じゃあどうしようかということで、写真の道に行くにはどうすればいいかと、はい、まあ、一応大学だけは親のこともあるから卒業して、はい、それでいわゆる写真学校とりあえず、うん、あの勉強しようと、はいはい、いうことでちょっと卒業してから写真学校1年間行って、まあ、その間に、サッカーなんかもこう知り合い通じて、まあ、撮ったり、はいはい、まあ、勉強してましたけどね、はい、まあ、それでそういう形で進んでって、まあ、1年間そういう、まあ、2年間ですけども1年で、うん、もう、まあ、辞めたきっかけはまあ偶然ですけど、近所の写真屋さんの、おじちゃんがちょっとあるカメラマンが
アシスタント探してるからということで、うん、まあそれは普通 のコマーシャル監督ですからね、はいはいはい、でそこにじゃとりあえずっていうことで紹介してもらって、うん、それでまあたまたまそこはスポーツ全然あのできない、あできないんじゃなくて、うん、あのコマーシャルだけ でたまたま僕がスポーツ好きだってこともあって、うん、それでまあ野球の仕事とか、うん、まあそういうこともこうしながら、うんうん、である時たまたま偶然ですけど富士フィルムの人がスポーツカメラマン探してるんだ、山添君誰かいないかって言うから、うん、いやいますよ一人、うん、って僕のことですからね、うん、なんだけど、うん、それで 2,3 時してから、いや実は僕なんですけどって、うん、じゃあ大丈夫かっていうか、うん、周りのデザイナーとかみんな協力してて、ね、うんうん、自分の好きな道に行けばカメラマン指示した先生もOK してくれるよと、うん、ということをきっかけでスポーツカメラマン探してるっていうところがたまたまベースボールマガジンだったんです。あ、そうだったんですか。そういう流れで。なるほど、もう何しろね、キャリアも長いしね、もういろんな取材をされてるので、もう聞きたいことはいろいろなんですが、まあ、すじゃあ、まあ、またね、もうレギュラーカーのようにまた来ていただきながら、とりあえずねこの話をちょっと聞かないといけないの で、ね、山添さんが最近本をね、はい、出版されたということで、はい、さあ柳田さんご紹介ください。はい、さあ柳田美由紀の楽しい女子サッカーです。はい、はい、こちらのね柳田さんが写真を撮りになって、はい、この中 DVD もね、はい、撮影されたという、はい、全部山添さんが撮影されております。はい、この時を何か撮ったり、何かこう思い出というかエピソード何かありますでしょうか。まあそもそもこれを撮って出しているありがとうです、はいはい、いえ、とんでもございません。はい、まあ僕ほとんどこれはもう僕はね、はい、もうとにかく出したいっていう意思でね、うん、お願いして、そのとにかくその柳田選手がね、もう現役時代から山添さんは柳田選手がいないにもかかわらずご実家に行ってお母さんとお話をしてるという。そうなんね、違うんですか。なんとかそれは全然別の人と間違えない。いや、そもそももうとにかく、なでしこの、まあ、騒がれてますけれども、はい、当時なでしこジャパンのね、騒がれてたけれども、はい、その浦和レディースの中で本当に実績があるのはこのこの子なんですけど、はいはい、そんなにこう周りからはこう、うん、注目って変な言い方ですけれども、正当に評価されていない、チームの中ではそうですけど、はい、その他の、いや、あの日本のマスコミの女子サッカーの中においても認識されてないですよね。なんか関わってる宮本選手とかに比べるとされてないところがあり、まあ、ちょっとこういうイメージとは違うんですけど、もっともっとあの、ね、今日の交流のやっぱり非常に一翼になった選手であると思うんですけどもね、まあ、そういうこともあって、なんとかその引退も伸ばしてくれたんですけども、まあ、せっかくだからその柳田美由紀っていう彼女をとにかくそのなんとかこう、うん、表に出してあげたい、これだけの実績のある子だよということをね、はい、その、なんとかこう形にしたいなと思って南雲さんに相談したんですよ。そうだったんですね。まあ、こういう結果こういう、とにかく彼女を使って、はい、その技術女子の入門書っていうもの、女子のサッカーの入門書っていうのにちゃんとしたものがなかったわけです。はい、あ、そうですよね。だからそのですごくね、喋りが上手ですね。彼女でしょ。はい。そう、スキルの説明をしたりとか、はい、いろいろしてるんですけど、はい、ものすごく分かりやすいんですよ。あ、そうなんですね。名誉でね、すごく、女子サッカー選手はもちろんなんですけども、はい、指導者、父兄の方、はい、あと女子サッカーのファンの方もね、はい、これを見ると、あのテクニックの背景にあるものとか、そういったものがね、女子ならではのいろんな戦術、技術というのもね、分かると思います。はい、そうなんですね。女子サッカーもじゃあ結構おとりになるんですね。いや、はっきり言いますけど、それは、はい、柳田選手中心というっていうか、はい、J リーグが始まるまでは、はい、男子も女子も高校も大学も、はい、日本サッカーでも常に仕事上手を取ってたわけです。はい、で女子サッカーっていうのは、その以前からもみんなこの今すごい環境でやってますけれども、もうこの雨の中でも土砂降りで土の中でやったりとかね、そういう状況でやってたんです。全然サッカー好きで、で僕も彼女たちを応援するためにこう取ってたんですね。で J リーグが始まったと、どうしても J リーグにウェイトかかっちゃうんで、しばらくダーッと女子サッカー行ってなかったんですよ。そ
で2006年に、はい、まあ、男子浦和が男子の優勝しましたけど、それ以降男子がこうなった時にたまたま2009年に初優勝をレディースが、はい、したんですけど、はい、その時にたまたま男子とちょうど重なってない日が残り3試合ずつあったのかな、はい、でチームの方から女子が優勝するかもしれないっていう声を、はい、はい、あそうとか言ってこうスケジュール見たらちょうど重なってないね、じゃあ僕行こうかなということで仕事抜きでね、じゃあちょっと行ってみようって言って最初撮ったらもう完璧に僕魅了されました。ほんと楽しそうにみんなやってるわけですよ、好きなサッカーをこんなすっごくいい環境で、ね、昔はこんな状態でやってたのが綺麗なピッチの上でね、で女子サッカーね、ほんと見てて楽しいですよね、楽しいですね。それで一気にみんな楽しく純粋な気持ちでやってるんだろうなと思って、それで撮ってみようかなと思って、それでずっとそこの中で彼女だけは全く表情がですね豊かで、うん、あのその周りの選手に対してもこうああだこうだこういろんなことをこういいこともこうした方がいいよっていうことを試合中にもういろんな表情をこれ見てて俺分かると思うんですけど、もう手使ったり声かけたりとかですね、とにかく彼女の表情豊かで、そうだから見ててあの、はい、こっちがフォトジェニックなんですね、撮ってても、うん、ずっと僕があのずっと笑っちゃう、見せて笑っちゃうっていうかね、だからそのカメラマン山添敏夫を魅了したサッカー選手、そうなんですね、撮って言えばペレか柳田美幸と、いやあのそうですね、だからねマラドーナとか男子で言えば、まあ、マラドーナみたいな、いわゆる試合中の顔の表情が豊かっていうか、いろんな表情を出してくれて、しかも山添さんがあのお取りになられた小野伸二選手も確かにそういう楽しそうな、いつまでたってもサッカー小僧の、ね、顔をしてますもんね、そうなんだ、だからやっぱりそういうところにこう女性の中でもやっぱりこれだけ試合中にいろんな表情を出す子はいないですね、はい、だから楽しくて楽しいんです、なるほど、じゃあまあこのね、はい、今絶賛発売中ですので、ぜひね読んでいただければと思います、はい、ちょっとね時間もねなくなってしまったので、はい、じゃあ次のコーナーに行きたいと思います、はい、山添さん、じゃあちょっともう一コーナーお付き合いいただいて、はい、じゃあ柳さん次はね、はい、ファッションコーナーなんですけれども、はい、さあ今日のファッションのテーマは何でしょう、はい、今日のファッションのテーマは、はい、美白です、美白、 T シャツ、ごめんなさい、 T シャツ、 T シャツですよね、 T シャツコーナーです、ちょっと直接、あ、すいません、まあ、夏といえばね、はい、T シャツ、今日お揃いの T シャツを着てきました、はいはい、カエルの一平くんのね、はい、これは J リーグ愛媛 FC の、FC のマスコットです、はい、カエルの一平くんという大人気のある、はい、あの、はい、レッドで言うとレディアとかね、はい、ああいう感じなんですけどね、ここにいますけど、はい、こいつです、はい、これが愛媛 FC の応援キャラクター、なるほど、とある理由があって僕らとても応援してる、はい、はい、今日はあの愛媛 FC の、ね、はい、関東地区 の販売部長さんも来ていらっしゃるんでね、あちらで ね心配そうに見てますけどね、はい、こういう T シャツを着てるんですけど、はい、まあ、夏はね、まあ、T シャツ非常に便利がいいのでね、はい、ただあのついついね、うん、便利がいいのが着ちゃいますけど、 T シャツにもやっぱりこうファッションというか、はい、そうですね、色のものありますけども、はい、T シャツに対するなんかこだわりとかありますか？そうですね、 T シャツやはり着やすい T シャツを選んじゃいますね、うん、こうあまりそのピチピチともならず、はい、あんまりゆったりめでもならず、はい、こう着心地のいい、はい、はい、で色はやっぱり明るい色を選んでしまう、なるほど、はい、山添さんはどうですか？いや多分皆さんとは違うかも分かりませんけどね、はい、僕は T シャツっていうと、はい、こんなこと言っていいのか分かりませんけど、はい、本当に自分のお金であんまり買ったことないんですよ。いいですね、もうどんどん入ってくるとかね、メーカー契約みたいでね、はい、メーカーもそうですけどサッカーでいろんな国行くじゃないですか、はい、そうするとどうしてもそこのチームのね、まあ、いわゆるこうですよね、そのチームのキャラクターっていうかね、うん、そのエンブレムの入った T シャツをこう現地で買ったりとか、はい、あとさっきでワールドカップとかヨーロッパ戦、いろんなソフト大会組織委員会から、はいはい、マスコミに記念 T シャツをくれたりとかね、なるほどね、そういうイベントの時にもらったり買っちゃうって感じでですね、国内で買うことないですね。なるほどなるほど、だから今言ったようにファッションのこだわりって全然ファッションじゃないですよ。なるほど、じゃあ例えば
なんかでももらった T シャツとかでも、はい、ついつい好んできてしまう、なんかこれは良かったとかっていうのありますか？だから僕周りから、うん、よく言われます。まあ昔から言ってるカメラマンも、まだ着てるのって言われる。なるほど。だから物持ちがいい。20年あ、そうなんですね。20年ぐらい持つんですね、T シャツって。そうですね。あ、だからそう、20年も着てるのって言われてね。そんな感じで、あの気に入ったものはずっと長く着ちゃう。そうなんですね。でまだもらったものはビニール入ったままとか、ね、なるほど。まだ着てないの、はい、まだ何十年持ちますね、じゃあね。なるほど。大切にね、する山添さんなんですね。素晴らしいですね。素晴らしいと思います。まあ、T シャツというとね、ちょっとやっぱりこう体のラインが出ますんで、あんまり貧弱だとこう着てね、みっともないんで、やっぱこうトレーニングとかね、腕立て伏せとかしてちょっと大胸筋を鍛えたりとか、女性の方ですとこうちょっとこうなんですか、ヨガのポーズみたいな感じをするとこうバストアップとかして T シャツ姿が綺麗になるんじゃないかと思いますけど、江中さん、なんか T シャツを上手に着こなすポイントを今日は皆さんにご紹介したいということなんですが、はい、何かありますか？そうですね、はい、あの今年の流行が、はい、ブルーなんですね。ブルー、灰色というかブルー。ブルー、はい。それで、はい、今あの、まあ、女性で言いますと、はい、スカート丈がやや昔よりも長めになってるんです、はい、でそれをちょっとこうたっぷりした、うん、あの緩めの T シャツに、うん、はい、ロングスカートっていうのがトレンドになって、はい、書いてありました。ブルー、ブルーにちょっと長めで、長めのスカート、こんな感じですね、まさにね。あ、実はブルーじゃないですけど、ね、ブルーじゃないですけど、こんな感じで、はい、そして今日江中ひとみさんの、はい、ちょっと注目してほしいんですけど、普通の人と T シャツの着こなしがちょっと違う何気ない T シャツがおしゃれに見えるワンポイント着こなしテクニックを今日は江中さんやってるんで視聴者の皆さんちょっと参考にしていただければと思いますけど、この袖の部分を注目してください。はい、このお袖の部分をですね、はい、はい、ちょっとロールアップしてますね。ロールアップしてます。一めくり二めくり、二めくりくらいですね、はい、そうすると、はい、ちょうどこう形的に綺麗になるかと思います。これだけでちょっとこいつできるなみたいな、はい、カメラマンの中で流行ってるんですよねロールアップするのがね山添さんどうしたのみたいな、ね、なんか苦笑してますけどねまあ、もう T シャツかっこよく着ますけど、まあ、元々は T シャツっていうのは、まあ、下着みたいなねイメージだったんですけど、今はもう本当に主役にもなりつつあるんですけど、この下着だった T シャツがこの主役になるようになったっていうのは、なんかこうきっかけみたいなのがやっぱり山添さんがさっき言ったようなその若大将シリーズじゃないですけど、あの1950年代初頭の映画で、やっぱり映画で欲望という名の電車というあの映画があって、あのアーストリートカーネームドデザイアというテネシー・ウィリアムズというアメリカで有名なあの劇作家が書いたものの映画化されたものなんですけど、それで主役のマーロン・ブランドさんという方があの T シャツを着て、非常にそれがかっこよくて、世界にもそれが広まったというか、だから影響力のある人というか、かっこいい人がなんかモンペでもなんか着てるととっても流行るんですよね。でもなんかこう貧相な人が着てるとなんかもうみっともないからやめてってなるという、まあそういう流行っていうのはそんなもんなのかなって思ったりしますけどね。さあ、テネシー・ウィリアムズさんの本がありませんでしたね。これ紹介しようかと思ったんですが、ちょっと待ってくださいね。今探しております。ちょっと待ってくださいね。ありました。はい、こちらなんですけれども、はい、テネシー・ウィリアムズさんの本が、はい、夏と煙、サマー&スモーク、はいはいはい、こういった本も、はい、ナウンドから出ておりますの で、はい、カメラマン寄っていただければと思います、はい、そして市川節子さんというね、はいはい、大変なアメリカ文学の専門家が書かれました、僕がイグアナだったことという、うん、ウィリアムズの作品に関して解説をした入門書もございますので、こちらも読んでいただくと T シャツのことがより深く理解できるかなと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、山添、はい、さんどうもありがとうございました。はい、すいません、またまたしちゃいまして申し訳ございません、はい、これからもますますご活躍お願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、ね、意外でしたね、はい、山添さんがゴールキーパーになった理由というのが、初めて走っちゃいけないっていうね、はい、そういう理由だったということなんですね。
やっぱりサッカーがお好きで、はい、でサッカーの仕事をしたい、はい、深いですね。深いですよね。なんかつながってますよね。うん、そうですね。さあ次のまた夢をね、はい、持ってチャレンジしていると。はい、とても素敵なアーティストさんを次にご紹介したいと思います。はい、はい、お願いいたします。はい、マヨエマイさんです。マヨエマイさんです。どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。はい、はい、ありがとうございます。はい、なんかよくね、なんかあの Facebook とか拝見したりをしているんですけども。そうですね、あまりこの詰めてお話ししたことがなくて、僕はちょっとドキドキしてて、会うのもまだ2回目という。そうだ、2回目なんですよね。感じなんですけどね。ずっと前から知ってるような感じがします。なんか和み系ですね、癒し系ですよね。ボイスブックカフェにふさわしいゲスト。そうですね。はい、はい、さあ、迷い舞さんも有名な方なので、はい、多くの方ご存知だと思いますが、ね、はい、一応念のため、はい、江中さん、プロフィールをご紹介ください。プロフィールをご紹介したいと思います。はい、はい、ギター弾き語り、はい、シンガーソングライター、はい、そして声優や MC もこなすマルチタレントです。はい、はい、キャッチーでポップな曲や語りがけ、寄り添うようなしっとりした曲など様々に展開されています。ライブではギターを弾きながらジャンプしたりと活発で元気いっぱいなパフォーマンスを見せる。見た目は可愛らしいですね、アイドル。声は声優、歌えばシンガー、ケーキにはマヨネーズ。大阪出身、東京在住、大阪ののり天こもり、天真爛漫なマヨエさんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また声がいいですね、やっぱりね。すごい可愛いね。はい、本当にケーキにマヨネーズかけるんですか。ケーキにマヨネーズをかけるとホワイトチョコレートの味がするんですよ。それ何ケーキにかけるといいですか。普通の生クリームのケーキに、あー、ショートケーキとかにかけると、かけてそのまま食べると喧嘩するんで、はい、混ぜてから食べたら美味しいです。うん、あ、じゃあやってみます。多分やったことある人は少ないですよ ね。 ですね。ぜひやってみてください。そのご感想をね、番組までいただければと思います。マヨエマイおすすめということで。マイさんはこうショールームとかではやっぱそういう食べ方とかいろいろご紹介してるんですか。もう半分ネタでやってるんですけど、はい、なんか自分で罰ゲームを受けるのが好き で、うん、でなんかマヨネーズは今までサラダにかけることとか、うん、そういう一般的なものしかなかったんですけど、はい、そういう配信をやることによってみんなからこうアイディアをもらって、でケーキ買ってきました、じゃあかけろよみたいな、とかいちご買ってきました、じゃあかけようみたいな。それでだんだんこうマヨネーズをいろいろつけるようになると、あ、意外といけるなって思って。大阪ですとね、あのお好み焼きとか。そうですね、とんかつにもかけますか。かけないですね。あ、かけませんか。僕はかけるんですけどね、はい、美味しいんですけど。そう、やりませんか。やらない。あ、やらないですか。そうなんだね。マヨネーズが好きってわけじゃないんですか。そうなんですよ、なんかマヨネーズが一人歩きしてしまって、うんうん、私の名前の由来が、うん、あのゴリエってご存知ですか。あ、はいはいはい、タレントさんっていうか、そうです、はい、タレントゴリさんの、はい、あの女装したバージョンなんですけど、うん、あれがあの当時すごく大好き で、うん、で あれあのゴリエになりたくって、でゴリエになれないから姉妹になるようにみたいな感じで自分の名前をもじって迷えっていう。ああ、そうなんですね。なるほど。そういう名前を決めて、それは何年ぐらい前なんですか。ちょっと言えないですね。覚えてない。なるほど。今歌ってる感じっていうとなんとなくこうフォークっぽいようなイメージがありますけれども、うん、それはギターをやってるからですかね。はい、でもジャンルでいうとご自身ではどういうふうに捉えてらっしゃいますか。ポップスなんですけど、はい、アニソンチックな。あ、そうです。声がアニソンぽいですもんね。やっぱそういうジャンルがお好きなんですか。そうですね、うん、ずっと聴いてきた曲がアニソンだったので、そういう頭になってるみたいで、作る曲がやっぱりアニソンのテンポとかコード進行になってしまうっていう。そうなんですね。でもなんか面白いなと思ったのは、こう
ね、前さんのお父さんは大変な有名なロックミュージシャンで、はい、そうですね。で石川さゆりさんもご親戚にいらっしゃって、はい、その演歌があって、はい、ロックがある環境の中で、はい、こう違う音楽になってしまったっていう何か訳があるんでしょうか？そんな深く考えたことはないんですけど、はいはい、やっぱり自分の好きなものが中心になって、うん、私前はそのアニメが大好きで、はい、もう本当にあのアニメオタクっていうカテゴリーに属してたぐらいだったんですよ、うんうん、でやっぱりその自分の好きなものが演歌でもなくロックでもなくアニメだっただけですね、うんうんうん。お父さんはロックやれよって言いませんでした？言わない。言わないですね。でもやっぱりロックを聴いて育った感じでしたか？そうですね、ロックそんなにあんまり家で流れなくって。そうなんです、そうなんですよ。だからもう自分で開拓していくような感じでしたね。ご自身が今こうシンガーソングライターとして曲を作ったりするときに、うん、無意識のうちなんかそういう影響とか受けたっていうのはありますかね？いや、あまり実感がなく、そうですね、まあ、あまりこう家のことは深く喋ることができないので、うん、これ以上は言えないところはあるんです。で、まあ、今いろいろな音楽活動されてますけれども、はい、まあ、今こんなことをあのメインで発信していきたい、これからはもっとこういうふうにしていきたいみたいな、何かこうご自身の描いているビジョンみたいなっていうのはありますか？私自身がやっぱり自分で詞も書いて、はい、うん、で曲も作ってしているので、うん、こう自分が歌って売れるのが一番なんですけど、はい、自分の曲が売れることが第一なんですよ。自分が歌わなくてもって言いますか？そうなんです。あ、はいはい、そうです。なので人にあの、うん、私今は自分の曲を書くことをやってますけど、うん、今度はその誰かの曲を書いたりと か、 なんか楽曲提供、提供、はい、や、そのやっぱりそういった作品の曲とかをどんどんやっていって、うん、自分の幅を広げていきたいなと思ってます。素晴らしいですね。ありがとうございます。ぜひ作っていただきたいです。そうですね、はい、なんかえなかでイメージは湧きますか？えなかさんはこうもう何でも歌えるイメージがあるので、なんか演歌からアニソンまで基本演歌歌手なんですけどね。何でもいけそうな感じがするから、うん、こう私がこうかなって思ったのをさらっと歌ってくれそうな気がします。 ありがとうございます。ちょっと楽しみに、ぜひ作っていただきたいですね。もしあれば、はい、お願いします。お願いします、はい。今ねここで流れておりますこの曲なんですけれども、はい、この曲ちょっと宣伝とか何かありますでしょうか？はい、はい、この今流れてる曲が、はい、ハララという曲なんですけど、はい、何気ない平穏な日常の幸せを書いた曲なんですが、7月2日リリースになります。はい、はい、そうですね、結構ゆったりしたテンポなので、うん、寝る前に聴いていただくとぐっすり寝れると思いますね。聞こう。最近よく眠れないんですよね。寝つきが悪いので、幽眠剤みたいな。よかったですね。なんとなく後でお願いします。眠くなってしまう。いいですよね。はい。癒される歌なんですね。はい、まあでも持ってるね、こう雰囲気自体もね、こう癒しの。感じですよね。言われますでしょ？そうですね。大阪のノリてんこ盛りという割にはなんか癒やしな感じ。そうですね。もしかしてもうちょっとなんかね、寝た子も起きるようなとこありますよね。そうですね、スイッチが入ると大ボケかまししまうので、ちょっと今日は気をつけながら。あ、なるほど、そうですか。じゃああと何か今後の、告知とか何かありましたら、こう全世界に発信されますんで、どうぞお願いします。
はい、私はショールームという配信アプリを使って毎日配信してます、はい、であのほぼほぼ毎時間の時もあったりするんですけど、世界の皆様ご覧いただけるアプリになってますので、ぜひあの登録していただきまして、カタカナ迷えで出てくるかもしれませんが、ルーム名が時折コロコロ変えてるので、まあ、迷えと検索していただいて、アイドル枠にいる迷えを見ていただければと思います。もう迷えさんといえばショールーム界で大変なねスーパースターで、いつも1位2位をねずっとねいるというね大御所で、この間も偶然なんですけどね、秋葉原で会った方が Wi-Fi っていうんですか、ポケット Wi-Fi を持っていて、なんかサランラップで巻いてるんですよね。でなんかこうサインが書いてあるんですよ。そうなんです。これ誰のサインって言ったら迷えって書いてありましたね。え、迷えさんが、まあ、どちらかで書かれたんでしょうね、その Wi-Fi にサイン、それをサランラップを巻いてるというぐらいもう大変貴重なサインで、もう神と言われている迷えさんの証言を、ね、大事に大事にしまってましたもんね、はい、見ていただいて、毎日ですからね、あのショールームはその場でね、いろいろとメッセージとかも入れられるんでね、よりダイレクトなつながりがあると思いますので、皆さんぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。はい、まいさん本当ありがとうございます。またね、ライブにも行きたいと思いますし、はい、えなかさんのライブにもぜひ来ていただければと思います。はい、はい、じゃあ次のコーナー、まよえまいさんもじゃあちょっと一緒に行っていただいて、はい、次のコーナーに参りましょうか。はい、次のコーナーは、はい、美白と紫外線対策についてお話ししたいと思います。健康のコーナーですね。はい、はい、夏はね紫外線なので ね、特に女性の方は美白ということは重要なテーマだと思いますけど、はい、なんかとあるなんか調査を、はい、あの雑誌の調査だと、女性は美白になりたいかというと、だいたい 86% の方が美白になりたいと答えたそうなんですけど、そうですね、やはり十数パーセントの方は美白になりたくないって言ってるんですよね。少数派もいるんですけど、まあ、僕なんかどっちかというと日サロに行って、焼いてるのであんまり美白になりたいとは思わないんですが、まあ、シミとかいっぱいできるんで、白くしてたんで追いつかないんで黒くしてごまかしてるところがあるんですが、やっぱり白くなる方がいいですか。はい、あ、そうですね、なるほど、ね、そうですね。なるほど、じゃあ美白のポイントをじゃあ、はい、夏はこう紫外線を受けやすくて、はい、メラニン色素がですねこうやはり破壊されちゃうので、はいはい、ビタミン C を多く摂るといいと言われています、はいはい、雪野菜だったり、うん、あとビタミン C のそうですねいちごとか、はい、キウイとか、はい、そういったビタミン C を多く含むもの、うん、あとタンパク質でいうとピーナッツ、はい、ピーナッツ、はい、あと鶏のささみとか、はい、そういったものもすごくお肌にいいってされていて、ただ単にその日傘とか、はい、そういう物理的なものじゃなくて中から、中から、はい、あとお肌、はい、直接こう紫外線を受けると、うん、やはりそのシミそばかすシワが多くなるんですね、うん、女性は特に、はい、なのであのそういう時はですねやはりそのあの UV ケアの日焼け止めとかをやっぱり、はい、でも大体そうです 100% にはならないんですけれども、あ、数字が出てますね、50%というんですか。そうですね、50%でも、はい、やはりつけてもつけてもつかないので、うん、であのやはりその一ついい方法があるんです、うん、はい、多分誰も知らない方法、美白のポイントをえなかが皆さんにお伝えします。はい、どうしても焼きたくない方に、はい、紫外線を受けてやっぱりどうやっても焼けちゃった、うん、初期でしたら間に合います。あ、焼けちゃった後でも取り返せるんですね。はい、これいいですね、はい、はい、それは、42度のお風呂に10分間我慢して浸かるんです、うん、顔ごと、はい、顔ごと、はい、はい、そして、はい、まあ、ちょっと辛いんですけれども、うん、そうすることによってまた肌が元に戻ります。あ、その焼けた部分がなんか再生されるんですね、はい、再生されます。それで、あのビタミン C の入った化粧水をたっぷりとつけていただくっていうことですかね、うんうん、でもあのビタミン C 入りの化粧水でも決して白くにはならないんです、うん、その今の状態をずっと保っていけますよっていう範囲なので、本当に皆さん食べ物とかですね、うん、常にこう日焼け止めを塗ったりとかして、夏だからといって、はい、ちょっとシャワーで済ませないで
できれば42度のお風呂に入って10分間ちょっとぐらいけど入って、うん、本人は気がつかないかもしれないですけどね、周りみんなその時期焼けてますからね本当は焼けてるかもしれないって42度え、本当に顔までやるんですか？顔でも顔もやんないとダメですよねでもちょっと顔はやったことないね、まあ、息継ぎしながらね、まあ、10分やってると多分呼吸が続かないと思いますんで、続かないと思いますけどね、はい、でよくまあ夏だと汗をかいたりしてファンデーションが落ちたりとかして、こう絶えずこうチェックとかね、うん、しますよね、鏡とかね必要ですよね。その時にとってもいい商品があるので、はい、迷えまいさんに、はい、今日はえなかさんから、はい、夏の、はいはい、ファンデーションを、はい、化粧直し対策に最適な品をプレゼントしますので、はい、今日はまいさんですね、はいはい、プレゼントです。 ありがとうございます。なんですけど、じゃあカメラに向けてはいはい、えなかグッズのミラーでございますんでね、はい、ちょっとじゃあ開けて見せてくれますか。はい、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 ちょっとこれで化粧直しとかをねしていただければと思います。はい、鏡でねこう絶えずね、そうですね、汗かいちゃったとかね、はい、ファンデーション落ちちゃったってなると思うんで ね、 そうですね、はい、こちらの商品は、はい、えなかひとみさんのライブ会場とかでも販売しておりますし、はい、通信販売でもね、はい、お買い求めいただけるんですよね、はい、そちらの、はい、こちらの株式会社ナウンドまで、はい、はい、お電話番号3268-2311、はい、こちらまでお電話いただければ、はい、はい、これはいくらでしょう。こちらはですね、はい、1000円です。1000円、はい、安いですね、はい、かわいいですしね、ありがとうございます。デザインはい、卓上に置けるから使いやすいですね。そうですね、じゃあショールームで、ショールームで見ながら見ながらぜひやっていただければと思います、はい、はい、じゃあ今日のまとめとしては42度のお風呂鶏のささみ、はい、いちご、はい、ピーナッツ、ピーナッツ、はい、ということで、はいはい、この夏は美白に努めていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ皆さんじゃあこれを参考にしてください。はい、はい、じゃあまいさんすいません、もう尺をおっしゃいました、すいませんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。まいさんでした。とてもね、はい、清楚な、本当に可愛らしい、優しそうな ね、 うね、いいですよね、はい、あれでなんかスイッチ入ると大阪弁で喋るんでしょうねちょっとそれもまたちょっと見てみたい気がしますけれどもね、はい、ね、はいはいはい、いよいよ最後のコーナーになりました。はい、はい、えなかひとみさんは宮城県の出身でございます。はい、宮城県には本当にユニークな日本ね、はい、残る方言というか宮城弁というのがありまして、これを世界中に発信していきたい、はい、広めていきたいということで、はい、宮城弁講座のコーナーなんですけれども、はいはい、こちらのコーナーを、はい、ゲストの方の、はい、はい、えなかさんの英語の先生セレーナ先生と共にお届けしていきたいと思います。はい、セレーナ先生どうぞ。どうぞ、お願いします。あ、いやそれでまたベルトが素敵ですね。そうですか、かっこいいです。はい、素敵ですね。なんか違うかっこいいです一応ピンク色で合わせてみました。おお、ナイスコーディネート、ありがとうございます。はい、恐れ入ります。はい、はい、こんにちは。さあ、先生と一緒に宮城弁講座を聞いてきて、はい、その宮城弁講座を英語に訳していただいて、ね、ね、バイリンガル目指していただければと思います。はい、えなかさん、今日の宮城弁は何でしょう。はい、アバインです。アバイン、アバイン、スペイン語ですか宮城県の本当にあの、もうそうですね、ずっと、まあ、おばあちゃんたちがよく伝統的におばあちゃんたちがよく使う言葉なんですね。で、若い人たちはもう今はあまり言わない言葉なんですけ ど、 ど、でもちなみに、はい、アバインを含む例文どんな感じで使うかというのを、ね、教えていただけますか。はい、はい、そこは暑いからこっちさアバイン。そこは暑いから、はい、こっちさアバイン。急に外国語になってる感じがしますね。なんとなくね、イメージが分かりそうな、うん、そこは暑いからそこでかき氷食べたらみたいな、そんな意味ですかちょっと違う、ちょっと違うんですね。アバイン、アバイン、アバイン、アバインはじゃあどういう意味でしょうか。アバインはこっちに来なさい、
ということです。じゃこっちは涼しいわけですね。こっちは涼しいので、そこは暑いからこっち来なさい、うん、休みなさいみたいな、こうなんか縁側かなんかにいるというか庭仕事をしてる人に対して、はい、そこは暑くて熱中症になっちゃうからこっちで涼みましょうと、涼みましょうっていうことですね。こっちサバインと、はい、アバイン、はい、あ、ちょっと似てますね、英語と。似てますか。これはちなみにね、先生ね、うん、英訳するとどうなりますか、はい、普通にそこはカムインでしょ。カムイン、カムイン、カムイン、アバインとカムイン、あ、似てる、カムイン、アバインはカムイン、うん、外人絶対通じるよ。あ、アバインって言ったら、アバイン、カムイン、アバインメインズカムインでよろしいんですか。そうそうそう、アバインメインズカムインということで、アバインはカムイン、うん、でよろしいわけですか。流れがとても綺麗で、はい、いいですね、ミルキメンって。そうということで、アバインはカムインだと、はい、覚えてください。はい、はいはい、素晴らしい英訳をしていただきました。そうですね、ストレーラー先生。が今度ね、はい、すごいまたね、本を書きになられました、はい、なられます、はい、またミラクル瞬間英会話という、はい、画期的なね、はい、英語習得には、はい、主語、はい、発音、時制、この3つを抑えれば1週間で英語がマスターできるという画期的な本が株式会社ナインボーから発売されるということで、CD と DVD がセットでついています、はい、そしてこの DVD には歌と踊りが入っていて、江中ひとみさんが歌を歌っておりますので、そちらの方も注目していただければと思います、はい、はい、じゃあぜひね、こちらもね、読んで、はい、英語アバイン、うん、アバイン、うん、英語アバイン、アバイン、と思います。はい、そんなわけでね、はい、もう本当に長時間になってしまいましたけどもね、はい、今日の視聴者プレゼント、はい、こちらでございます、はいはい、日本の伝統的な今ね、産業になってます、クールジャパン漫画でございますけどね、漫画といえば手塚治虫さん、二階堂礼人さん、有名なミステリー作家が書かれました僕らが愛した手塚治虫復活編、クールジャパンの今ね主要産業になってます。安倍首相もね、日本がこれから外貨を獲得するにはコミックだと言うんで、これを力を入れていくという、うん、ね、外国人に日本の文化を説明するには、うん、上においても手塚治虫を抜きにしは語れませんので、はい、手塚さんのことが詳しく書かれております、こちらを読んで、はい、外国人たちを勉強してほしい、はい、そして大御所島田総司先生が書かれたミステリー教室、はい、これはミステリーを読む方にも書きたい方にも大変参考になる、いろんなねミステリーの賞に対する応募の仕方とか、うん、どうやって書いたらいいのか迷ってらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけど、小説の書き方が、書き方、これがね詳しく書かれていますので、これを読んでぜひ皆さんもミステリー作家を目指していただければと思います、はい、この2冊をセットに10名の方にプレゼントいたしますので、株式会社マウンドまでどうかメールでこの番組の感想を添えていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。10名様にプレゼントいたします。はい、さあひとみさん、はい、第5回恋する国会いかがだったでしょうか。はい、皆さんとってもいいお話を聞いて、はい、はい、私もサッカーが大好きなので、はい、やっぱり山添さんの話を聞いて、はい、サッカーにますますこう応援をしたい、はい、日本代表、はい、頑張りたいと思います。はい、はい、あとそれと舞さんのね素敵な曲作りとか、はい、はい、それから皆さん本当に素敵な、あと横山さんの、はい、こう歌詞を書くためにその、はい、すごい感性というか、はい、そういうこと、映画を見ないというね、そう見ないって言いながら少し見てるというそういうところがいいですよね。はい、なんだ、人のそういういいところとか感激しました、はい、もう素晴らしいお話をたくさん聞いて感激いたしましたね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、またね次回も素晴らしいゲストの方をお呼びして、ね、いろんな話をさせていただきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、それでは次回の恋するブックカフェまで皆さんごきげんよう。さよなら。See you.